ごきげんよう、タコ、ボンドです。今回やるゲームは、シティスマッシュ。まあ、このゲームはね、街を破壊するゲームなんだけど、まあ、このゲームもちょっと前にやってて、あれからアップデートで色々追加されたんでね、破壊を楽しんでいこうと思います。今回ね、追加されたのが、爆弾かな、これ。それから、タコ？ゴジラか？まあ、生物兵器が追加されたわけだね。しかも僕がなんか追加されてるし、タコボンドっていう兵器ね。いやー、やばそうだなー。まあ、とりあえずこれからね、使ってみよう。これはなんだっけ？うわぁ。ブラックホールかー。最初からとんでもないだもん。これなんか一番ね、端っこにあるから、まあ、鼻くそみたいなね、感じだと思いきや、最初からやべえな、もう。神のうんこみたいな攻撃だったね。これは何だろう。お？あ、なんか伸ばす感じ？ほうほうほう。とんでもない力だ。ミサイルって感じか、これ。それからこれは？想像以上の爆発力。核爆弾ってことか。地球のみんな、なんかごめんね。さあ、今回はね、どんどん使っていくんだけど、これはね、あ、炎を天から繰り出すという感じなんだね。神の屁みたいなね、そんな感じか。それからこれは、雷。神の怒りだね。それからこれは、UFO か。UFO が？おお。ちょっともう破壊しちゃってるから直すか。あ、夜も追加されたんだね、これ。おお。夜というか、なんか未来感あるね。車が飛んで、じゃ、ここに UFO を登場させてみるか。ここね。さて。こげえ！意外と、すごい威力だな。未来だから結構ね、耐久力あるかと思ったんだけどね、ビルも。そうではなかったか。じゃあこれ地震かな？地震をここにポン。震度マックスだな、これ。いや、こんな地震来たら怖いなぁ。でも地獄を作ってるみたいで楽しい。じゃあ次はこのトルネード使ってみよう。まあ、竜巻ってことだね。すべてのビルを粉々にしていく。ミキサーのように。いや、もうこのゲームやってるだけで悪魔になりそうだな。で、次これね、確か山が現れるんだよね。突如に山が現れて、噴火が起こると。さあ。あ、ふわっとしてるね。まあ、すでにもう粉々だからね。じゃあ、津波を起こして、流していきましょうか。よし。それからこの飛行機も使っていこう。大きなミサイル落とすっていう感じか。これは隕石かな。よし、なるほどね。さあ、まあ、一通りね、使ってみたんで。さあ、じゃあこっからね、まだ使ったことない兵器。多分これも使ったことないよね。これ爆弾みたいな。これをじゃあ、まずはこの辺に。あ、スイッチが現れるんだね。スイッチをポチ？おお！もう音がリアルすぎて怖いというね。まあでもこんなもんか。じゃあそろそろ、タコ、ボンドという兵器を使っていきましょうかね。いやー、このゲームね、僕が追加されたか。じゃあこの辺に、来た。
なんてこった、やめるんだタコボンド。ぐちゃぐちゃにしてしまった。これが僕なのか。まあゲームの作者さん、僕を追加してくれてありがとう。じゃあ最後はね、ゴジラっぽいこれを使っていきましょうか。これはなんだ、ゴジラか。お、来た。顔細いな。ゴジラっぽいけど、ゴジラではないのかな。おお、口が三方向に開いたぞ。タコ以上にやばい化け物だな、もう。ゴジラっぽいのは必ず右から来るんだね。で、こっから攻撃してみると。おお。あ、でもそんな破壊力はないのかな？ちょっと待って、タコを使ってみるか。タコの方が、おお、あはは、待って待って。ゴジラっぽいのは2匹。いや、すーごい、もうこれ。一体この地球に何が起ころうとしてんだ、これもう。もうこんな状況、地球の終わりだな。でもまあ、タコの方が、威力はあるのかな？破壊力か。一番すごい兵器は、でもこの中では、核爆弾なのかな？やっぱり。じゃあ、ちょっと、全兵器使っていこう。連続で。まずはブラックホールから。さあ、これ、はい。どんどん使っていって、連続で、やばいよ、これ。さあ、こっちに切り替えてからの津波。飛行機。隕石爆弾。タコにゴジラ。どうだ？もうとんでもない壊滅状況だな。もうゴジラ何もすることないぞ、これ。すでにもう世界は粉々だ。よくやった。のそのそ歩く姿がなんか可愛いな。ということでね、今回もこんな感じで破壊し尽くしました。ただ一言だけ言わせてほしい。僕は地球のみんなが大好きです。では、バイバイ。